今日は肉と思わせといてこれだけ、うん、着替えてきたから持ってきたから。なくなったの？え、福田なんとかくんってどれ？リフレーションのなんか、ああ、なんか書いたのなんか知らんけど神田やんな、履正社。ああ、履正社けど、あ、関西だよ、うん、あ、野球部の子やろ、うん、水、水害事故、あの、海でやろ、そうなの、うん、高校野球で活躍しながら、お茶とか、うん、ゆうちゃん、うわこれかわいそうやな、うん、なんか面白そうなのある？ライビー、もうご飯準備して。あれ閉めたっこ。ご飯あのテレビ見んで閉めていくのか。お茶持ってきたらいいだけです、まあ、もっとすぐ分かった、29度なんで名前だっけ、なんで名前だっけ、どういうこと
お肉入れて自分の好きな入れて、ああそう、あ、ごめん、あ、これチッコにしようか、いける、はい、これ何豚肉、豚肉の中いろんな部位、それ入れたらあかんね、まさか、まさかの見えないわ、もう、あの、ナスいけるよ、私を食べる、え、食べる、はい、何つける、タレつける、はじめ、うん、ご飯よくもっといらん、うん、余ったら食べるわ、これ入れるやつここ置いとかな、またあれやで、これで置いてなるよ、それいけんの、え、もうナスいけるよ、どうナス、まだ食べてない、そんときはない、したこの、うん、これもマルダイハムのやつやで、マルダイハムのやつやで、私、シャブレッシュが好き、うん、まあまあシャブレッシュ好きやねんけど、高いから、だけどマルダイハムで十分やんな、マルダイハムって知らん、え、普通にもう一流みたいなってことやけど、生地ついて食べたらあかん、焼いて何でもさ、すぐに食べるんやったらみんな全部落ちや、うん、甘いお弁当に入ってるみんな好きじゃないんだよ、
パパ好きやけどな。ウィンナーが好きじゃない。ウィンナーは焼いてすぐは好きやけど、うん、時間経ってウィンナー好きだな、うん、食べてるけど、うん、なあ、吉川ってさ、久保田って見えてると思わん？てか吉川って最近ちょっとなんか吉川のツイッターフォローしてる？してない。なんか自撮りとか普通に載せるからさ、いいね、いる？うん、見てないな。これ塩か、塩こしょういいんやと思っていこう。あと、あと、あれ、あの、ライチやろ、いや、ライチと、あと、あの、何や、あの、油取る、紙と、トラ、あれ、なんか一気に油取りがいい。このナスが美味しいな。うん、うん、うん、うまい。お、パパも味からありがとう。これもちょっと入れるわ。あ、一個だけ。これ一個だけでいいわ。ありがとう。ありがとう。ちょっとそれだけ。どこだ？ここ、これ以外にあったね。どこに置いてある？ここに空いてます。ここ。自分で塩コショウしてるの。何が？うん。ありがとう。うん、ナイス。うん、もっとにもいけるよ。はいけますか。うん、うん、うん、はい、よいしょ。タレあるのかな、まだ。あ、玉ねぎ入れてくれた。うん、玉ねぎを入れた。え、いらんの？いらんのやったら置いてて、うん、油にな、お姉ちゃん食べ、うん、で、また乗っけていけ。今日これちょっと当たり前ばっかりだから感じられへんね。あ、こんなやつも置いといて。うん、ちょうだい。ちょうだい。
うまい。いきなり忘れた。怖い。これもソーセージもいけるよ。ありがとう。ニンニクヘルシーの。野菜好きだよ。この鶏の胸肉の甘みが、ソーセージもオッケー。このタレでなんか食べてみる。どうせ見てる風船で浮くねんで。よいしょ。マヨネーズ色。この人芸人？よくこういうのに出てる。体軽いから。なんかラジコン30体とかけるかみたいな。何やこれ。前も見たやん、水球選手とさ。うまいな。これはオッケーだね。はーい。難しいな、これは。言うたとおり、軽いから使ってもらってる感じやな。体がな。よいしょ。
お休憩していい？なんか食べたんちゃう？ちょっと。何食べた？なんか、ワッフルみたいな。ちょっとだけ。そんな多くないけど。ヘルシーやろ、あのやっぱりあの牛肉になったらあのきつくなってくるよな、うまい。これは食べへんやろ。もう止める？あ、もう止めようか。終わりまーす。